はい、こんにちは。今回は実際に Tinder をやっていくという動画になります。Tinder をやっていない人向けの動画になるかもしれないです。雰囲気を、少しでも味わってもらえればというふうに思います。付箋で少しこうぼかしを入れているのは、実際にやっている方に迷惑をかからないようにといった配慮から少し隠しております。で、今回は実際に、どんどん、ライクをしていって、どれぐらいマッチをしていくのか、で、マッチをした時に実際にそこから何人会えるのかといったところも、見ていきたいと思います。Tinder の細かな、仕様ですとかに関しては実際に案内をしないので、なんとなく見てもらえればわかると思います。で、ここのところの、プロフィールのところですね。自分のプロフィールに関しましては、雰囲気ながら自分のことが分かるようになるようにもしていますし、簡単なプロフィールなんかも入れております。で、実際にここに写ってる人がいいなと思った時には、このハートを押すとこうライクになります。または画面をスワイプこうするとライクになっていきます。で、今実際にこう1ライクを行いまして、このような感じで2、3、5、6、7、8、9、10といった感じで、どんどんライクをしていこうと思います。で、もともとは無料会員で、1ヶ月から2ヶ月ぐらい、利用をしていたのですが、Tinder の方から、かなり安く、有料会員できるよといったことも、お知らせが来てまして、そこで試しに、有料会員がどんなものなのかっていうところもあったので、有料会員を登録してみました。本来、無料であれば、1日100ライクといったところが、上限になるのですが、無料ですと、多分、上限なく、ライクしていくことが、できるので、実際に、何回か本当にライクをしていって、何人ぐらいの人とマッチをするのかっていうのを、見ていきたいなと思います。続けて少しちょっとライクしていきます。実際にこういうふうに隠してしまってると、お相手の方が、実際に全然こう見えないのですが、普段自分がやっている時も、相手の方のことは正直そんなに見ずに、このライクをひたすら押しているっていうのが現状です。で、今30ぐらいライクしたんですけども、実際に今リアルタイムでやってる方がいて、相手の方が、自分のことを、いいなと思ってくれた時に、相手の方が、ライクをしていただくと、ここに、通知が来ます。40
50ですね、多分。このままちょっと少し100まで続けてやっていきたいと思います。まあ、こうやってまあ見ていただくとですね、まあ結構というかほとんどの方がまあこう可愛かったりとか美人さんだなっていう思う方々がまあ多いので、まあ、できればマッチしたいなというふうに思っていますが、まあ、なかなか思うようにマッチしていないっていうのも現状としてあります。これでちょうど、まあ、100くらい、まあ、ライクをしていく、しているのかなと思います。まあ、時間帯によっては、まあ、すぐに、まあ、相手の方も反応してくれて、あのマッチになることも、まあ、あったりしますが、まあ、今この時間帯だとなかなかマッチしないのか、まあ、それとも、まあ、自分がいけないのかなというふうにも思ったりしてます。で、有料会員になると自分が住んでいるところ以外で、まあ、場所を決めてその近くにいる方の、まあ、その近くにいる方を探していくというふうにもすることも、まあ、できるようでして、実際に今回は自分が住んでいるところよりかは少し離れた新宿という場所をちょっと選んでみて、まあ、その場所で、まあ、その近くにいる方にライクをしていっているという状態になります。これで120ぐらいですかね。で、この星のところはスーパーライクってやつなんですけども、これは 1日に5個このスーパーライクっていうのをもらうことができて、まあ相手の方に、まあなんて言うんですかね、こう強制的に自分のことを知ってもらうと、自分から相手に対してマッチするって感じなんですかね。ただ詳細はちょっとよく分かってないです。ちょっと戻れなくなっちゃったんで、ちょっと戻ります。不要ですと。よいしょ。はい。ではまた続けて、ライクしていきます。まあただただ、まあ、ライク動画になってしまうんですけども、まあ、どういう方々がやっているのかなっていう、まあ、雰囲気を、まあ、味わってもらえればなというふうに思います。これで140ぐらいですかね。まあ雰囲気を見ていただくと、この方なんかもすごい可愛いですよね。
で、自分が選んでる年齢層ですね。場所から距離、まあ、今回新宿という場所を選んでるので、新宿という場所から、まあ、何キロ以内にいる方を、まあ、こういうふうにまあ表示してくれてるのですが、さらにフィルターとして、まあ、年齢ですね、何歳から何歳といった方を、まあ、選んでここにまあ表示をさせてくれるようになっています。で、実際に自分が選んでるのはちょっと何歳だったか忘れちゃったんですが、23歳から39か、18歳、19歳、一番下、20かな、まあ、一番下から、まあ、39といった形で、まあ、選ぶようにしてます。まあ、160で、まあ、一回ちょっと200まではまあ数えてやっていこうかなと思いますが、まあ、それ以降はちょっと数えるのもまあ大変なんで、適当にポチ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 回していこうと思います。12345678910111213141十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、これで200ですね。で、Tinder をその1ヶ月半から、まあ、2ヶ月ぐらい、まあ、やってるのですが、実際にがっつりこうやってるかといったら、まあ、そういったわけではなくて、まあ、適当になんとなく、まあ、やってる感じです。びっくりした、これお尻に見えました。で、まあ、マッチする方もやっぱり自分と、まあ、同年代とマッチするのが、まあ、多かったりします。で、その1ヶ月前から有料会員